ちょっとさっき今ナショナルトレーニングセンターの正面の入り口です。これが別館の方です。でここの駐車場のところ、ここの茂みのところ結構高いので、まず1メーターの線量を測っていきます。結構これこの茂みの中に泥上げをしたのか、もうそもそもそのまんまになっちゃってるのか、泥上げっぽいんだけどね、見てる感じだと。これ環境省多分この点測ってないね。ああ。警察の車が来たので、ちょっとまさかまた職質ですかって思っちゃいましたけど、はい、残土上げてますね。 0.23 超えちゃってます、1メートル。場所場所によっては0.2 とかぐらいですね。0.3、軒並みここら辺にちょっと薄く捨ててる感じがします。ここの L 型ブロックのとかに溜まるんですけど、そういう堆積物をここら辺に上げてるって感じですね。一番高かったのはそのマンホールの蓋の近く。3とかぐらいですかね。50cm、 0.6 近く、 0.5455。 1m、0.38 37。はい、駐車場の中ちょっと 4,5 メーターぐらい離れたらこのぐらいにはなったりはするんですけれど、こういうところがあるってのも事実です。 JA ビレッジのこういう場所です。はい、終わります。